宿題作品発表はい宿題作品発表、はい、まず最初はですね「はい、優雅優な川柳ですね、はいえー、スポーツ川柳でまだやれる監督優雅、はい、無理優雅」ということでね、うん、今年も休会を去った人がたくさんいらっしゃったと思いますが野村克也さんもねお亡くなりになって残念でしたですね。すねえー、さて、はい、優雅 いうな、というね、はい、ええー、五七五の真ん中の七文字のところで。何々いうが、うん、で、最後にいうなをつけていただきたいと思いまして。はい、問題を出しました。ご新規さんからいきましょうあ。ありがとうございます。ネオストックイン。うん、どういう意味か、わかるこれ。全くわからないです。うんうん、ストックインというね。はい、ええー、まあ、人がいて、うん、歌作ってるんですよ。背を早め。 岩にカかルる滝川の、こういう楽がありますね。ええ、で、そこ委員さんからいただきました。見解の違いというが、よう言うな。よう言う、よう、よう、え、よう言うなという意味なんですか。ねよう言うなって、まあ、わかりませんですけども。新規さんが続きます。丸が。 ピンポン、はい、あ、違う、うん、あけましたご新規さので丸にしましたさすがなおやさんからいただきました <laughs>、はい、ネットでは売ってる言うが無茶言うなこれあの多分マスクとかじゃないですかネットではマスク売ってる、ね、んでね でもなかなかね高かったり売り切れてたり。高かった。どれぐらい高いんですか。十枚で三千円とかです。あります。十枚三千。い。高かった。やこの間ねあのナンバー裏の価格出てましたけどもちゃんと楽屋にはねマスク用さしたんですよ。親切今足りないんでね。ですからそのマスクをね。 できるだけ利用させていただきましたそうですねありがたかったですね本当にそこは吉本すごいなと思いますね本当ですねやっぱりこう舞台から降りてきたらまあたくさんいらっしゃるわけだね出てやるとマスクしてみたいなことでまたお客さんに映してもいけませんしねミッシーブンさんからいただきましたおいくつです江戸では優うが都市言うなうん うん、お、うん、いくつでした。えいとで。私、うん、言うな、聞いて,ての、はい。はい。りこうなりこぶちゃんからいただきました。愛してる、何度も言うが、かねうな。うん、どういうことですかね。どういうことでしょう。何度も。愛してるから、お金ちょうだってことですか。<laughs> <laughs> どういうことなんでしょう。<laughs> うん、どういうことや、ね。 キリツレイさんからいただきました。はい、名門校目指せというが無理言うな。ああ、それぞれの力量がありますしね。うん、そうですね。うんうん、これはどうなんですか。はい <laughs> えー、ということで、はい、まあ宝塚目指せっていうのは、うん、それは誰かに言われたんですか。いや、うん、もう私は自分が入りたいって言いました。 お、一、うん、発合格。二発です。二回目で。二発で。一 <laughs> 発目はわからなかっい。二発,、ね、発で合格しました。一回目の。挑戦でね。2> <laughs> 2はい。二発。2> <laughs> 2発<で>それでは、隣のすすめさんからいただきました。<laughs> はい、言い訳と。違うというが、もう言うな。うん。うーん 三五じゃあおで言うなということですね。言い訳じゃないけどって、まあ、ことですかね。言い訳言うなと。一三五大仏さんからいただきました。はい。風呂飯寝る長年言うがもう言うな。<laughs> ね、はい帰ってきたらね。ね風呂。やっぱりそんな人まだいるんですかね。ねえ定休乾泊みたいな感じですかね。うん、そうそうそう,そう,うもうそんな今その風呂言ったら。 自分で入りや、入れや。もチ一個でね、炊けるんでね。もうスチ一個でご飯、飯。出てるで。もう自分で予想で食べててね。予想で食べて。寝るで、きにしいな。みたいなね。いやということでね、こういうのはなかなか。うん、少なくなってきました。黄昏のダダ星人さんからいただきました。はい。ぽっちゃりがいいというが嘘言うな。はい。 これどうなんですかねでもやっぱりそれぞれではないですか、うん、ぽっちゃりぽっちゃりが流行ってたりもしますしあんまり痩せ,、ねうん、せすぎ言うのもね痩せすぎ言うのもそうですねあのー、まあ心加減がいいんじゃないでしょうか、うん、そうですね鎮山鎮電車さんからいただきましたはいお見合いをしたいというがいやいうないやいうなうお見合いをしたいというがいやいうな ああしたいというこれどういうことですかどういうことですかねお見合いをしたいって言ってるけどあの来た写真を見たら嫌だいやいやというなとやっぱり嫌だいや言うなよとお見合いするなたぶんでも嫌ないかとしたいしたい言うなとあってみなよってことなんですかねそういうことですかああね今度僕が三月の四日にまあ ああ、ハッピーエンジェルっていう楽をやるんですけどね。お見合いの話なんですよ。<ー>これ、多いんですよ。実は。再婚同士ってね、うん。それは、お見合いで、再婚同士いうのが多いかどうかわかりませんけども。うん、再婚同士の結婚新婚さんが多いということで。<ー>それをお見合いをさせようというお話なんですけどね。あ面白そうまあ、あの、それで、どっちも子持ち。 ね、これがまたね,ねあの小ち同士のあれは大変ですからね,ねまず子ど同士を見合いさせようそうですね仲良くしないとそ,そう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 いうお話でございましてね<ー>さあそれでは、はい、新員や労働者さんからいただきました「はい、与党さん正論優雅やじ優な この間からねなんかもう子供の喧嘩みたいですねなんか言うたらもう議論を中止したりとかねんやかんや言うてちょっとちゃんとできるんのですかねと思いますけどもじゃりんこさんからいただきました「夢を見て寝言言うが昼言うな」あ、まあ寝言で言うのがええけどね。 昼、おじゃおじゃ言うなって言ういうことですかね。はい、えー。ちょっとわかりませんけども。うん、コーヒー豆ボールドさんからいただきました。はい、売り尽くし。閉店言うが、また言うな。<laughs> まあまあ。ずっと閉店セール。<laughs> 売り尽くし、閉店セールってね。やってますけども。<laughs> <laughs> うん、なんか。ずっと。<laughs> うん、まあ、そういうのが。 結構ありますずっとやってるところありますね、まあ、閉店セール言うてね、はい、売り尽くせセール閉店セール言いながら、うん、あの前にはね、うん、店の前にはスタッフ募集全然閉店しない <laughs>、うん、閉店なのにスタッフ募集するなよって思いましたけども <laughs>、ね、はい、はい、次は利口なりこ文ちゃんからいただきました、はい、M サイズ 入るというが無理言うなまあ無理して M サイズを買ってる人少ないじゃないですかあ今でもゆったりが流行ってるので、うん、ゆったりが流行ってる、ねはい、わざとメンズサイズとか L サイズとかそ,うそ,うそれがダイエットしてちょっとブカブカになったいう人はね、うん、いらっしゃるかわかりませんけどねはいでは次ラストでお願いしますはい二代目 道文之助さんからいただきました。はい。つこた亀返せというが無理言うな。ああ、ああ、お前これだけつこてんねんで無理言うな。そうですね。それはめめしいことはよしはダメだと思いますけども。ですね。はい。はい、ありがとうございます。では続きましてパロディことわざのお題の方もお願いいたします。それでは参りましょう。パロディことわざでございまして。はい。 例えば「逃がした魚は大きい」のパロディーで「逃がした魚は泳いでる」ということで「犬も歩けば猫も歩く」みたいなことをね皆さんに作っていただきたいと思いますがでは参りましょう。かわいい子には旅させよう。 も、うん、パルディで可愛い,い子にはタピラセよ。ああ今時あ今時ですね。<laughs> 今もまだ流行ってます流行ってますよ地下街歩いたらもっちゃくちゃぐわー並んでたが、うん、その辺並んでないんだけどな,なんかすごくいっぱいお店ができてちょっと分散してますそういうことか、はい、ものすごい増えますこれは儲かるとここ一ヶ月二ヶ月五軒六軒立ってると思いますよ、えー、それで、はい、あのー、タピール人たちがタピール人たちがいろんなところに分散してしまって そんな感じですね,ですね近くにあるだけどあれだけ並んでたもんなそうですね分散したからか分散してますということですねはい新産谷労働者さんからいただきました三、はい、歩下がって死の影踏まずのパロディーです三、うん、歩下がって階段から落ちる あらららら下がりすぎ踊り場のとこからち,、ね、ちゃんと見てほしいですね後ろ後ろ,後ろ見とかないと危ないでー鎮山鎮電車さんからいただきました同じ釜の飯を食うのパロディで同じ釜を食っても太るやつは太る <laughs> あ、同じ飯やね同じ同じ飯失礼しました、うん、同じ飯を食っても太るやつは太る、うん うん、体質による、ね、体質によりますねご飯美味しいからね、はい、豆ご飯とかね美味 <laughs> しいですね,そうですねお鍋もおいしい最後お茶漬けしたりしていです、ね、一瞬の不思議さんからいただきました、はい、昔撮ったキネ塚のパロディ、うん、昔やっとった宝塚、うん、ああ。今もやってます 昔やってた宝塚うん今でも忘れられずにようやってるじゃないすかだからね再演もいっぱいしてるしこれで m 1にも挑戦したりしてね海外公演とかもあったりうん頑張ってね頑張ってそれではきったかパート文通さんからいただきましたきったかさん来た「一姫二太郎」のパロディーで「はい。 一時期ピコ太郎ちょっと怖いそうですけどねでもこの人はあの名前変えてねこのをまあよく出てますよいろんなコメンテーターとしてねそうですかそれはもうすごい流行りましてね各国へ世界中へ行ったという海外でも大人気だったみたいですからねねえもう やっぱり見すぎてしまったんでしょうかね。一三五大仏さんからいただきました。はい、採用が邪魔のパロディで、うん、才能が邪魔。うん、言うてみたいなこれな言ってみたい。才能が邪魔。努力も才能のうちで野村監督もおっしゃいましたが、努力できるっていう才能。うん これちいやもう師匠はずっと努力の人じゃないですかいやところがそういうふうに見えるんですけどもんかね背中あん背中あん思いながらサボってしまうんですいやもうそれはもうやり続けてるから他のことができないんですいやいやそんなことないですもっともっと背中あんもサボり癖がついてしまってねあかんねミッシーブンさんからいただきましたはい 犬も歩けば棒に当たるのパロディーです嫁が怒れば俺に当たるあらうまいうまい俺に当たる俺に当たるなよそうね他のことで怒ってるんでしょうね八つ当たりされちゃってるんでしょうねとにこの間来たセルサハズバツほんとにあんたみたいなしてねんわし関係はあれかなとばっちりですねあうんの下中さんからいただきましたはい アウンの呼吸のパロディでアイーンという, <laughs> ちゃうからどこがどうパロディーだってんのかわかりませんがそれでは日野江文馬さんからいただきました孫にも衣装のパロディーで孫には、A、衣装 ねおじいちゃん凍ってしまうのばあちゃんもついついいいやつをでし今度小学校入るもうすぐやでねほんならランドセルもこうがなあかんしねいいやつを買ってあげたいしちょっと服もちょっとエノこうといたらなちょっと大きめのこうだかなすぐ大きなるから分かった分かったいいやつを買っちゃうんですということでドテラムシさんからいただきましたはい。 雨降って地固まるのパロディーで。できちゃって、せ固まる。せ <laughs> 固まる言いますかね。せ固まるってあんまり言わないですけどね。あまあ、席に入れちゃってしまった、うん、ということですね。はい。ということで、リコーダー。<laughs> ええー、りちゃんさんからいただきました。はい、旅のお恥はかけ捨てのパロディ。 旅の保険はかけ捨て<ー>れはかこれはね、はい、あの海外行く時によう,こうかけるんですかけど、ね、それはもうかけ捨てみたいなもん、はい、なんかあったらもちろんあれですけどもほ、はいうん、とんどは、まあ、あの無事帰ってこれたらもう、うん、あかけといてよかったっていう反対にね。うんうん うん、まあ、一種のお守りみたいな感じでかける人は多いんじゃないですか。うん、あ、そうですかね。うん、でも、何かあった時は絶対いりますもんね。それでは桃色ペンギンさんでございます。桃色、はい、ペンギン、この間見とったらペンギンさんよ、名字の人がおったいう。すごいな。<ー>なんか、ついつい見てしまったんやンンん。何でも名字揃ってるよ、はんこやとね。 ちょっと珍しい名前を集めてるいう学者の対決 <laughs>、はい、見た見てないです面白そう見たい <laughs> こ,んなこんな名前を置いたら探してきゃはるね <laughs> あるんですかこうさんかなんでこんな番組見てんやろう思うで最後まで見てしまうて <laughs> 面白そうそういう時あんねなんかねうん、うん、えー、桃色ペンギンさん石橋を叩いて渡るのパロディーで コップを叩いて奏で。金で。あのつまりコップのね水を多いめ少ないめ入れといたら少なかった音が高いんですよ。はい。カン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 。あれでね。隠しな大会でねやったことありますよ。音楽を。すごい綺麗な音ですね。金でましたよ。チリンチリンって。どれみほそろし水の量があれ難しいんですよ。上手に演奏できたんです。めっちゃ練習したであれ。 マジカルトップブラサンコさんから頂きました「はい、命あってのものだね」のパロディで「お客さんあってのものまね」。<ー> それはお客さんなかったらね。そうです。この真似も、まあいいね、あの君島なんとかいう人の美空ひばりから。小林幸子さん。そまでそっくり。ね、あ、あの数大阪で。そう、そう。見れるんですよね。私、今度見に行こうと思って。僕も見に行こうと思って。なんか、どこでやって。宮古島の方。宮古島。そう、そう、そう、にあるんですよ。だけど、出てるか出てへんか、わからいから、調べとか。調べたら、出てますよ。あの、丸とか三角。私、びっくりしたんです。 いくらぐらいの。いくらですかね。でも四五千円ぐらいあったら、いけるんじゃないですか。見、たいね。いっぱい席取られんじゃん。どうなんですかね。君島さんの日は取りにくいって聞きました。そうやろね。みたいねチェックしときますね。もう、あの、本当に、いうに出る思うだね。ええ、これはラジオネーム。次、ラストです。はい どじょうとようそれもテ, <laughs> テレビ局の人だからラジオ局の人だからね「はいはい、壁に耳あり障子に目あり」のパロディーで大、はい、に,に歌ええてる絵花えという順番ですけどね。うん これカシマシ娘さん、うん、あなた知らない知らないです、えー、あごめんなさい聞いたことありますよカシマシ娘さんこらよ大きカシマシ娘,しし娘あ知ってたこの曲は知ってましたということでございましたはいありがとうございました 今夜の生募集作品発表。たくさん来ましたね。ねやっぱりあの、まあ、作りやすいというのと、うん、久しぶりのあれで。うん、何々さん、何々時、面白いのたくさん。送ってきていただきました。大家、うんはい、さん、金剛無事のように、うん、何々さん、何々時、お寺には。必ず三号、次号が付いているということでございます。ご神経さんから紹介しましょう。はい、これは。 えー、ラジオネーム尾上昭六さん尾上昭六いうあの歌舞伎役者さんいらっしゃるんですけれども、うん、小学校の小と六と書いてあります尾上昭六さんからいただきました粉飾、はい、決算バレる赤字あらあなるほどね、うん、続きまして、はい、ご新規さんですはい 豊中の元住人さんからいただきましたあら今はどちらなんでしょうか <laughs> ジュリーさーん沢田賢治 <laughs> 確かに、はい <laughs> ジュリーはで、ねうん、もう僕らまさにジュリーと共に歩んだ世代でございます<ー>ちょっとジュリーさんのが後ですけどもポニーズやってる頃は、うん、まあ同じぐらいやったと思うんですけどもテレビでタイガース出てきたのはうん、うん、私が、まあ、ヤングをヤングタウンやりだしてからだったと思うんですが、うん、まあ同じ頃ですね。<ー>はいえー、それでははい、次は 一瞬の不思議さんからいただきました。はい。お父さん、親父。これはえ、面白かった。面白かった。あ、そうかね。はい、ごめんなさい。それでは、うさこさんからいただきました。うさこさんって、しぶしぐさん、違うんですね。この名前、あん聞いたことないな、思うんだけど。もういらっしゃるんですね。ラジオネうさこさん。はい。 豆腐屋さん起床四時。朝起きるのが大変。朝早いからね。えー、パン屋さんも四時とかですもんね、えー。これでまあ落語がね、うん、そういう落語がありました。おや、うん、さんが早,、えー、早起きやっていうね、仕稼ぎ談という落語でございますけども、えー、はい、二、えー、代目道文之助さんからいただきました三号四号。はい あのバンドが解散？マジマジ？びっくりする時ありますよね。つまりかね。嵐ですよあれ。あ、バンドちゃうんもカラスね。キリンジさんとかですかねバンド。ええ。何はファイサンダーさんからいただきました。北海道産ラーメン味噌味。あ、大好き。はい。ということでね。三五十六。これ前ね。北海道さ ラーメン味噌味名前で3つくのはこれはまああれですけどもこのこういう風にね北海道3とかいうのは面白いですねええ二代目道文之助さんからいただきましたエビフライたくさん頭からガジガジガシガシちゃうかなガジガジガシはいありがとうございます西文さんのマルガリータさんからいただきました べっぴ、うんさん、これお世辞。面白いですね。あ、べっぴんさん、これお世辞。<laughs> 気悪いな。はい。それでは、二英文具さんからいただきました。はい、お疲れさん。午後五時。うん、あ<ー>。いいですね。だいたい退社の時間ですか。5ね、午後五時は。定時ってやつですね。うん。 5時で帰れる人は羨ましいと多分マネージャーは思ってますそうですね忙しいのでそうでミシーブンさんはい我が家の財産赤字赤字多いですね赤字やっぱ字がつくとそうなっちゃいますねそれでは隣のすずめさんからいただきましたはいこれ僕結構おもろいと思うんですけど 丸を用意しときます。お隣さん、同じ名字。結構山田さんとかね、田中さんとか、そう多いとこ、歩いますよね。地域によって、隣に美味しね。変わった名字でも、本名川村ですけども。川村っていうのは、もともと小田原の方にあって、川村城があってね。あの辺はですから、まあ川村さんも多いらしいですね。 でも川村さんっていう方はまあ大体おい所から出はったんですから全国に散らばってますけどこの頃バスケットボールでね出てるんですよ。高校生だったと思いますけども。それではなにわファイサンダースさんからいただきました本田圭介さんああ異端児。 これまあ二男児とかいうのもいっぱいいるでしょうねいろんなところではいあ、135大仏さんですけどもはいこの人も最後赤字になってます赤字こだくさん今月も赤字ああ大家族はね多いなそうですねそれではいきましょうはいマジカルトップブラサンコさんです妻が出産夫はタジタジうん ひーひーふーひーひーふー言うてますけどね夫はたちたちっていうねどうしようってなりますねなんか夫は出身したいうのも聞きましたですねでは次ラストですたくさんいただいてるんでまあラストで迷っちゃいますねまああの来週の来週じゃ次回の宿題になりますからねそうですね次回も読ませていただきたいと思いますね えー、審査員や労働者さんからいただきました安倍さん国会でやじも<ー>なるほどね、うん、ということでございました、はい、たくさんのご応募ありがとうございました